皆さんこんにちは。突然ですが、皆さんは犬派ですか、それとも猫派ですか。実はこの質問は世界中で広く聞かれています。でも、もし犬と猫が一緒になったらどうでしょうか。今回のビデオではこれが起こりうるということをお見せします。飼い主がタリーという名前の犬の日記ブログを始めると、その犬はすぐに人気を集めました。飼い主は日記の中でタリーとの生活の中の様々な面白い出来事を書き綴っています。タリーは2歳になるまで他の飼い主の元で猫たちに囲まれて暮らしていたそうです。そのためタリーは同居する猫たちの行動を真似るようになり、今でもまさか自分が犬であるとは思いもしていないようです。タリーは立派な猫として新しい主人のところに来たのでした。タリーはアラスカンマラミュートとハスキーのミックスです。見た目はよりマラミュートに似ていますが、この品種はほとんど知られていないため、飼い主は紹介するときにはハスキーだと言っています。窓辺に座って窓の外を覗いたり、日向ぼっこをしたり、箱の中に入ったり、無防備でおかしなポーズで眠り込んだり、まるで猫のような仕草の数々でタリーは世界中を魅了しています。タリーは通常犬はしない前足を内側に畳み込んだ甲箱座りをよくします。しかも一度座り込むと滅多なことでは立ち上がらず、何かあっても首をゆっくりと動かして周囲を見回すだけなのです。典型的なツンデレ猫と同じで、タリーはお腹を触られるのが好きではありません。もし誰かがそんなことをしようものなら、タリーはこの拷問が終わるまで相手を睨みつけ、少し怒ることすらあります。また段ボール箱が大のお気に入りで、顔だけを出して周囲の様子を伺いながら箱の中で長時間じっとしていることもあります。飼い主によるとタリーは甘え声を出すことは滅多にありませんが、通常の犬のように通行人やお客さんに吠えることはないそうです。タリーはただ静かに何時間も窓際に座って外を見るのが好きなのです。ちなみに通常ハスキー犬は吠える声が大きく頑固で独立心旺盛で、自立した判断をすることを好むと言われており、タリーの行動はハスキーとは似ても似つかないものなのです。ですからもしハスキー犬を家族に迎えようとするなら、その犬種のこうした特徴をよく知っておく必要があります。またこの種の犬は身体的能力に優れているので、ストレスをためさせないためには毎日十分に運動させる必要があります。しかしこうしたことは何一つタリーには当てはまりません。これがまさに猫の世界で育った証でしょう。タリーの様子にはただただ驚いてしまいます。タリーのもう一つの特徴は家で常にトラブルを引き起こすことです。タリーはしょっちゅうゴミ箱をひっくり返したり、大好きな飼い主の寝室に忍び込んできます。この犬の名前はいたずら好きという意味だそうです。皆さんはペットを飼っていますか？コメント欄で教えてください。この動画が気に入ったらいいねを押してください。ではまた次回お会いしましょう。